にちは、羽生です。こんにちは、羽生フィギュエモンです。本日2021年2022年シーズンのグランプリシリーズの出場選手発表、通称アサインが発表されました。やっと来た。このニュースをご存知の方はたくさんいらっしゃると思いますが、出場選手のご紹介とそこから見えてきたものをフィギュエモンの視点でお話していこうかなと思います。いやー、これもうちょっと極めたいわ。そしてみんなが待ちに待っているドリームオンアイス、おこのドリームオンアイスの現在の詳細情報と最後に楽しいお知らせがありますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。 OK。こんな感じでこのチャンネルでは羽生結弦選手フィギュアスケートに関する話題を発信しています。羽生選手の現役の演技を見逃さずに見たい、フィギュアスケートがシーズンオフだけど気持ちは氷の上という方は、ぜひチャンネル登録をしてフィギュアスケートライフを楽しんでくださいね。はい、 OK。 ということで早速アサインの情報です。2021年グランプリシリーズは第6戦で最後のグランプリファイナルで終了します。はい。第1戦のスケートアメリカはラスベガスで開催が決定されました。スケジュールは10月22日から24日、第2戦のスケートカナダはバンクーバーで開催されます。スケジュールは10月29日から31日まで、第3戦のカップオブチャイナ、通称中国杯は重慶市で開催されます。スケジュールは11月5日から7日まで。第4戦がドキドキの NHK 杯、東京の代々木第一体育館で開催されます。スケジュールは11月12日から14日。第5戦がフランス大会でグルノーブルで開催されます。スケジュールは11月19日から21日まで。第6戦がロステレコム杯、通称ロシア大会でソチで開催されます。スケジュールは11月26日から28日です。そしてこの6戦の上位6名で最終戦であるグランプリファイナルを戦うことになります。開催は大阪の東和薬品ラクタブドームです。スケジュールはロステレコム杯から1週明けての12月9日から12日です。このスケジュールはすべて週末です。10月からはすべての週末にフィギュアスケートの大会が行われていると思ってもいいかなっていうスケジュールです。だから夏のうちにやらなければならないことは済ませておくことをおすすめします。激ムズだ。ということで各大会に出場する主な選手をご紹介しますね。 OK。 第1戦スケートアメリカ、男子シングルは宇野昌磨日本、佐藤駿日本、ネイサン・チェンアメリカ、ヴィンセント・ジョーアメリカ、ナムグエンカナダ、ミハイル・ブレジナチェコ、ケビン・エイモスフランス、ダニエル・グラスルイタリア。女子シングルは宮原さと子日本、坂本花織日本、横井ゆはな日本、アレクサンドワ・トゥルソワロシア、ダリア・ウサチョワロシア、クセニア・シニチナロシア、ブレイディ・テネルアメリカ、アンバー・グレンアメリカ、ユ・ヨン韓国。第2戦のスケートカナダ、男子シングルは田中圭司日本、山本壮太日本、ネイサン・チェンアメリカ、ジェイソン・ブラウンアメリカ、日渡り智樹アメリカ、エフゲニー・セメネンコロシア、
アレクサンダー・サマリン、ロシア。キーガン・メッシング、カナダ。ロマン・サドフスキー、カナダ。モリス・クリテラシビリ、ジョージア。女子シングルは、紀平梨花、日本。樋口若葉、日本。エリザベータ・トゥクタミシェワ、ロシア。アリオナ・コストルナヤ、ロシア。カミラ・ワリエワ、ロシア。カレン・チェン、アメリカ。アリッサ・リュウ、アメリカ。第3戦、中国杯。男子シングルは、鍵山優真、日本。友野一希、日本。ミハイル・コリアダ、ロシア。ドミトリー・アリエフ、ロシア。ボーヤンジン、中国。ハンヤン、中国。ダニエル・グラスル、イタリア。チャ・ジュンファン、韓国。デニス・バシリエフス、ラトビア。女子シングルは、三原舞依、日本。宮原さと子、日本。アンナ・シェルバコワ、ロシア。マライア・ベル、アメリカ。カレン・チェン、アメリカ。NHK 杯、男子シングルは、羽生結弦、日本。宇野昌磨、日本。ヴィンセント・ジョー、アメリカ。日渡り智樹、アメリカ。アレクサンダー・サマリン、ロシア。チャ・ジュンファン、韓国。マッテオ・リッツォ、イタリア。ナムグエン、カナダ。女子シングルは、紀平梨花、日本。坂本花織、日本。アレクサンドラ・トゥルソワ、ロシア。ダリア・ウサチョワ、ロシア。ユヨン、韓国。アリッサ・リュウ、アメリカ。第5戦、フランス大会。男子シングルは、鍵山優真、日本。佐藤駿、日本。ジェイソン・ブラウン、アメリカ。キーガン・メッシング、カナダ。ドミトリー・アリエフ、ロシア。ケビン・エーモス、フランス。デニス・バシリエフス、ラトビア。女子シングルは、樋口若葉、日本。アンナ・シェルバコワ、ロシア。アリオナ・コストルナヤ、ロシア。クセニア・シニチナ、ロシア。マライア・ベル、アメリカ。カレン・チェン、アメリカ。第6戦、ロステレコム杯、ロシア杯。男子シングルは、羽生結弦、日本。田中啓治、日本。友野一希、日本。ミハイル・コリアダ、ロシア。エフゲニー・セメネンコ、ロシア。マッテオ・リッツォ、イタリア。ミハイル・ブレジナ、チェコ。ロマン・サドフスキー、カナダ。モリス・クリテラシビリ、ジョージア。女子シングルは、松生里乃、日本。エリザベータ・トゥクタミシェワ、ロシア。カミラ・ワリエワ、ロシア。エリザベート・トゥルシンバエバ、カザフスタン。マライア・ベル、アメリカ。こんな感じのアサインでした。すごい。OK。ここから大阪のグランプリファイナルへ、そして2022年北京オリンピックへとつながっていくことになりますよね。それじゃあ、このグランプリシリーズは全てが重要な大会になります。
どんな基準で羽生選手がこの大会を選んだのだろうと想像したときに、一番最初に思い浮かんだのが NHK 杯で確実に 4A を決めて優勝するというシナリオです。はい、10月のジャパンオープンの出場選手はまだ決まっていないので分かりませんが、ジャパンオープンは B 級大会なので、まあ、試す場として出場する可能性はあると思います。もし出ないとなると、ドリームオンアイスで新プログラムで披露した後でプログラムを世界一のものに集中的に仕上げる、そして 4A を確実なものにする、そのためにシーズン後半に試合をすべて持ってきたと言えるのかなと感じました。なるほど。もちろん2試合ともに羽生選手は優勝すると思いますが、より優勝しやすいのはロステレコム杯かもしれません。出場選手を見るとライバルが NHK 杯よりも少なそうな感じがします。そしてやはりネイサン・チェンとの直接対決は現時点ではグランプリファイナルということになります。ジャパンオープンはもしかしたら羽生選手とネイサンが出るかもしれないので、そう考えると羽生選手はここで対決するのはちょっと早いなという印象もあるかもしれません。ネイサンをライバルとして闘志を燃やしていないとはいえ、結果的に対決することになって試合で負けるっていうのはね、シーズン序盤で体験したくないっていうところではありますよね。それがちょっとジャパンオープンに出場すると問題があるっていうか、まあそんな感じです。何はともあれグランプリシリーズが本番ということは間違いないのですから、ここにかけてきているなっていうのがアサインだけでなんかわかる気がします。もちろん日本開催、そして日本から比較的近いロシアの大会でとどめたっていうことは、スケジュール的に少し厳しくても体力的には少し楽かもしれませんしね。その点は良かったなっていうふうに思いました。頑張る。そしてもう一つ思ったこと、それは鍵山優真選手です。出場選手を見る限りではグランプリファイナルに出場できる可能性がかなり高そうな感じがします。 NHK 杯は羽生結弦選手、宇野昌磨選手の大人気選手が出場し、しかもアイスダンスでは高橋大輔選手が出場するという神大会ではないかっていうほどで、チケット争奪戦が今から予想されますが、大阪で開催されるグランプリファイナルにできるだけ多くの日本選手を出場させたいっていう狙いも同時にあるわけです。そうなると鍵山優真選手を NHK 杯に出さずに優勝できそうな2大会にエントリーさせることができたのは目論見通りかもしれませんね。 NHK 杯はもう公式ページがオープンし、もうやる気満々どころの騒ぎではありません。日本のフィギュア人気のもしかしたら後にも先にも最高レベルの人気大会になることがきっと分かってるんでしょうね。チケットは9月から発売って公式ページには書いてありましたので、皆さん心の準備だけはしておきましょうね。だってこれ羽生選手のグランプリシリーズ第一戦ですからね。とにかくこの話題を話しているだけで私大興奮してきちゃいました。羽生選手と宇野選手、鍵山選手はなんだかグランプリファイナルに出られそうな予感がします。そしてネイサン・チェン、あと2人の枠を争うみたいなイメージになるのかななんて思いましたね。そして大阪のグランプリファイナルで優勝した人が北京オリンピックで金メダルを取る可能性が高いっていう流れになるでしょうね。本気でやります。そのために日本スケート連盟は毎回オリンピックの前のグランプリファイナルを日本開催にこぎつけているのでしょう。そして今までのオリンピックの結果を見ると効果は確実に出ているのがわかります。そしてあとは女子で大注目なのが第2戦でシニア初参戦となるロシアのカミラ・ワリエワです。ロシアは北京オリンピックの金メダルはこの選手っていう風に考えてるような気がします。2戦目がロステレコム杯なんですが、おそらくグランプリファイナルは8割方出場できるんじゃないかなっていう感じです。
そしてもう一人ロシアのダリア・ウサチョワ、この2選手が来シーズンの台風の目になるような感じがします。もちろんアンナ・シェルバコワはこのまま行ったら金メダルに一番近い存在かもしれませんが、オリンピックシーズンは番狂わせが多いのが特徴です。男子シングルはもちろん一番楽しいところではありますが、女子の方もちょっとね見てみると楽しいかもしれませんよ。それはそれで面白いかなと。ってことでここでドリームオンアイスの情報を少し入れておきます。7月2日金曜日お昼の12時から7月3日土曜日の23時59分まで、この前ねチケット抽選販売をしていた共同東京で抽選販売をします。これ二次販売ですね。ライブ配信の時みんなね外れていて悲しんでいたので、今回もう一回だけチャレンジできるっていうことで皆さん一緒に頑張りましょう。テンパってます。私ももう一回チャレンジしますよ。え、頑張る。そしてテレビ放送について念のためここでもう一度お話ししておきますね。ご褒美です。 CS の有料チャンネルにはなりますが、 TBS チャンネル2で2日目の昼公演、7月10日の土曜日12時25分から16時30分まで約4時間放送されます。そして同じ日の17時55分から22時まで約4時間、この7月10日は8時間ですね、生放送されます。そして最終日7月11日日曜日の12時25分から16時30分まで約4時間生放送があります。すごいですよねこの生放送で計12時間ぐらい、本当にやる気満々です。かなり私はもうこれじゃ契約するしかないでしょうっていうことで、この前のスターズオンアイスは見れなかったんですが、先日 BS が壊れてたのを修理して TBS チャンネル2をはじめフィギュアスケート関連のチャンネルを全て契約しました。いや大変だね。 G スポーツ4も契約したので町田達樹さんのチャンネルとかもね最近見てるんですよね。で地上波は関東ローカルのみということなんですが、 TBS で7月24日の土曜日15時から16時24分まで放送されます。地方の方はぜひねこれ放送してほしいって今から問い合わせをするのが、まあ、意外とねやってくれるかもしれないのでリクエストしてみてはいかがでしょうか。 OK。で特別版が TBS チャンネル2で8月放送予定ということです。そしてドリームオンアイスのグッズ情報です。こちらは6月25日から予約販売をしてました。現時点でプログラム以外は売り切れ状態なんですが、7月1日この動画の公開日ですね、20時から販売再開するっていうことなので、トートバッグやクリアファイル水筒なんかが欲しいっていう方は購入してみてくださいね。販売リンクは概要欄に貼っておきますのでご利用ください。ドリームオンアイス当日はパンフレットのみの販売になるようです。だから大会グッズが欲しかった人はちょっとね寂しい感じになってしまうかもしれませんね。ということで今日はアサインの結果と来シーズンの展望、ドリームオンアイスの情報をまとめてご紹介してきました。いかがだったでしょうか。ここ最近はもうフィギュアスケートの情報が立て込んでいて、一つ前の動画でご紹介したパラリンピックのゲームもそうなんですが、いろいろあってねご紹介しきれないので、できる限りでコミュニティとかねそういうところでご紹介できたらなっていうふうに思ってます。全力でいきましょう。いくぞ。前回次の動画はたまたま出会った羽生結弦パラダイスのご紹介をするって言ったんですが、アサインの方が大事なので急遽こっちの動画にさせていただきました。 OK。 さてここで嬉しいお知らせがあります。え？なんと7月9日金曜日、ドリームオンアイスを生観戦する視聴者様とフィギュエモンでショーが終わった後にライブ配信をすることが決まりました。すごい。
私今のところチケット持ってないんですが、横浜まで行って生羽生観戦の興奮と新プログラムについて実際に見た感想、そしてこの視聴者様は初生羽生ということなので、その興奮も交えてお伝えできたらなと思っています。外からの配信でショー終了後の配信となります。なので時間がねちょっと前後するかもしれません。10時半ぐらいから11時、この辺から始められたらなっていう風に考えています。いってらっしゃい。時間はちょっと遅いんですが、興奮冷めないうちの配信が楽しいかなと思ってこの時間を設定させていただきました。何ができるかな。皆さんからもぜひエールコメントをもらえると嬉しいです。翌日のお昼には次の公演の生放送がありますが、7月9日の生放送はないようなので、まあ、このねフィギュエモンの地球機のチャンネルのライブ配信で楽しんでいただけたらなっていうふうに思ってます。見に来てね。ぜひライブ配信見たいっていう方はチャンネル登録をしておいてくださいね。してる。チャンネル登録をするとライブ配信が始まったら通知が行くようになってると思いますので、とっても便利です。ていということで今日はこの辺で、最後に天と地とを練習するプーさんジャージ脱ぎをして終わりにしたいと思います。フィギュエモンでした。さよなら。